はい、こんにちは、ビッグボーイとビッグママです。アウトラストベストブロワー続けていきます。なんかね、大豚から逃げて外に出たんだよね。ん？あれ？ちょっと話して。あ？開かない。ん？あれ？入れるよ。中に入れますね。あ、ちょっと残してる。ドキュメントだの膝とへその間の部分がグルースキンのテーブルの上で薄切りにされ縫われたってこと、うん、そうやこの人のこと作業台かな。なんだこれ。あ、これ工具か普通に。もう笑い事じゃねえんだよ。これが塞がってたから変な動きしたんだ。ドアが向こうから出てもよかったんじゃないかな。入れるようにはしといて。誰だよ。あー、なんかなんだろうな、もう見えねえ。風が怖えよ。赤臭いな。うん、こっちには開かないね。開かないな。よっ。ん？ん？ああ風ね。風か。もう大豚恐怖症だからさ。いや、さすがにこの辺にまでは来ないと思うんだけどね。バッテリーがない。ここ通れるね。しゃがんで。なんか下水みたいなとこで本編で大豚となんかやってることあるあ、ま、すんげえ真っ暗なところで。あ、なんじゃろうな。もう入ってくださいと言わんばかりにね。そうなんだよね。こっちはいけるのじゃね。おい、あと、あ、そういうことね。あ、はい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 。刑務所効果出てるね、ここで。あ、こっち空いてるけど。何もない感じ、おい。誰かいる感じ。あ、バッテリーが。動くなよ。うっ。あれ、なんか正規ルートに来ちゃってるっぽいな。うん、そう、バッテリーよりローディング。さっきのここ直進すると、開いてない感じ。開いてない感じだな。な。音楽、あ、待って、今誰か見えたよ。あれ、気のせいかな。気のせい。気のせいだった。こっちは？なんもない。特にこれといって、ね、何もない。ね、あれ、ここは開いてるけど行けない。どうやって行くんだろうね。向こうからぐるっと回っていくのかな。何も来んなよ。なん、まあ、ロッカーあるからね。まあ、ロッカーはある。最強のロッカーがあるから。おお、怖い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 。これ絶対ここの横だろ。え、まっ。おー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 、ゲイ。そうそうそう。おお。ノーコメントで。あ、これをガシャゴンってするんでしょ。俺ガシャゴンってやったらすぐに向こう行くよ俺。うん、どっか、え、どっか近くにね。すぐ、いや、あそこにあった。あそこだけ。いや、でもあったけど、とりあえずブーンってすぐ行くよ。うん、うっ、はいはいはい。なんともない。オッケー。
まだ行ってねえのかよ。何も来なかった。よし。あ、それでこれで電気落としたのか。これあそこが行けるよってことなんだな。こっちだっけ。誰笑ってんの。電気ついたよ。電気がまだついたままだ。マジで。あれでもここは通れなませんでした、うん、もう一回してくるってこと。こっちもじゃあどこの方で。ダメだな、ちょっと待って。もう一度電気を消す。もう一回行けってこと。そう、絶対なんかあるでしょ。あ、ここ来たところだ。通れない。あれ違ったっけ。見てよ。あれゲイがいなくなってる。ゲイがいなくなってる。一旦切るよ。やっぱゲイだった。いやもう。何が君とシェアしたいんだよ。めちゃめちゃゲイじゃねえかよ。どこをシェアしようって。あれでもどこ、そこそこ、あ、そうだそうだ、一旦下、下行っちゃおう。はっはっはっは。音楽収まんないけど。もう行って大丈夫か。大丈夫。あー、どうだろう。いや、ミヨシ殴られてて、もう行くぞ。こっちじゃなくね。いや、こっち。どこ行くの。あれ電気落としたじゃん。落としたら OK だったのか、うん、もう一回入れ直すとかじゃないのか。うん、落として、ここなくなったから、あそこ開けていくんでしょ。もう開くのか。開くでしょ。でもなんか電気、切れてるか。あれ開けた、逃げろ。なんでセーフでもまだ近いから逃げなきゃ、とりあえず。ここはバッテリーはない。開かないしね、多分。もう入ってこない、あいつは。まだ安心できんぞ。なんだ。オープンザドア。逃げるが勝ちだ。いそうだね。大丈夫。開けまーす。閉じまーす。バッテリーがありません。ないな。おお、いや、大豚を思い出すな。いや、まさかね。ほら、何が落ちてきたの。ドキュメントじゃない。登る。リロード。
れる。なんもんない。よし、行こう。おい！よいしょ。なんだよ。それができたら簡単だ。もう信じていない。真実を手に入れるなんてことは、真実なんてないんだ。あまりにも長く受け入れてきた嘘しかない。よし、出発。ちょっと今何しに行ってんだっけ？忘れた。もうとにかくなんか脱出を試みてる行動と取っておけば。とりあえず進むべき方向に進んでいけばなんとかなる。ね、やだよ、こういう音。ジャンプか？うっ！主人公がね、めちゃめちゃ運動神経いい。それメインストーリーと一緒だね。メインストーリーはやばかったけどね。指が途中からなくなっててももう当たり前のようにね、どんどん突き進んでいくから。よし、こう出れる。うん、これちょっとなんか山に囲まれてるけど、うん、ここジャンプ？いや、まさか。反対側？絶対ジャンプじゃね？いや、いくら運動神経がいいと言ってもな。あれ、なんもない。ほら。死体が添えられてる。ジャンプだよ。マジで？あそこにジャンプ？うん。よいしょ。おぬーお大丈夫か？お、また落とした。カメラ落としたらとかないよね。やめてよ。まずいまずいまずい。大丈夫かよ。おい、また一区。またカメラは無事なのか。まだレンズ割れてんじゃね。前に大豚が、こんにちはしてるよ。やめて。カメラ無事です。無事です。ドキュメントじゃねえの？教えても違うの？ドキュメント？違うの？なんだここ？あ、誰かいる。なんだここは？迷路かな？これ近いぞ。ん？下くぐれないの今のとこ。ん？誰かいた。迷子になるなこれ。な。あ、ここ通れる？うん。通った瞬間、わーっと悲しい。鼻が近い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 。なんで女性の声がするの？怖い怖い怖い。死んでるね。いやー、怖い。みんなハゲてるよ。また元に戻ってしまった。脱出しようとすればするほど深みにはまる。死ににはもう驚かない。自殺が賢明な選択肢。あ、自殺かこれ。あっちゃう。うーいたね今。ああびっくりした。もし奴らに捕まったら我々は奴の元に送られるぜ。下の階にいるあいつなんて悪いんだ。なんて悪いんだ。大豚だな。大豚か。大豚先輩でしょ。どこに挟まってんの今の人。バッテリーはない。ありそうなんだよね。まあ、交換。まだ余裕がある。よし。なんで。
壁の中で殺せ、逃げろ逃げろ。もう俺のことか。え、そうでしょ。あ、バッテリーあった。愚か者は死にたいようだ。え、なんで女性がいるの。そうなんじゃね。あ、これ動かせるね。こっちの奥には何もない。ドキュメントもない。ドキュメントがある。隔離制のデニス。デニス、ここは開ける。いいね、この主人公はまだ指全部あるよ。うん、いつ亡くなるか。亡くなることを予想しておくべきなんだ。ここ通れない。こっちかな。いつも俺だ。こいけるね。よいしょっと。いけない。こっちはなんだ。なんか青い青い、なんだこれ。青いです。お前らバカな集まりだな、チビピンク野郎。あ、待って、こっち行けそうだからちょっとさっきのとこ行ってみよう。開かないのかよ。開かないやつ。開かないやつか。そろそろこの辺脱出できるでしょ。よし、あれ。よし。これショット。で、よっこらショット。あっ！あっ！逃げる。あっ！人じゃね？あ、ここ。どこに行ったら出れるの？こっちか。あ、ここ登れそう。登れるね。ぬ、んで？こっち？あ、これさっきの。さっきのとこか。あーし、暗いな、でも。さ、裁縫かな。早く出たい。え、なんだ？怖えよ、こういうの。の、え！え、どうなってんの？え？女？初めての女じゃね、これ。なんか出てきてる。顔じゃ、いや、これガチモザイクでしょ、これは。なんという肉体の証拠だ。切断され誕生の瞬間を真似た体位に負けられた男の体？男の体？え、女だよね、どう見ても。これはひどい。これはひどい、本当に。開発側が狂気だ。開かない。ウェルカムホーム、お帰りなさいって書いてあるけど。やだよ、嫌なこと書かないでくれや。でもなんかいきなりバーって出てくるのがなんか、いや、減ってもいないか。最初の方が多かったよね、でも。いきなり焼却炉に打ち込まれるわ。ん？あれ？一周してる？これ。あれ、そんなことない。ここが開かない。あれ？おい！おいしょ、はい。僕は愛おしくないんだよな。これで開いたのかな？開いてないんかい。開いてないんかい。あれ？どうすんの？どうすんの？どうすんの？入ってきてるの？入ってきてるの？おお、はいはい、いえ。ノーノーノー。前で会ったことないか？顔に見覚えがある。気のせいだ。気のせいで。絶対気のせいだ。あ。なんで前傾みたいなこと言うんだよ。
モロゲイじゃねえか。あっちに今いるんだよな。埃みたいのはちょっと見づらいな。暗闇だったら見えてないね、きっとこっちが。こっち行けんの？そこにいる。バレバレやないか。バレてない。あー、ちょっとこっち来てるな。これどうすんだろうね。あ、違う違う違う。あ、戻っていっちゃったな。歩き方がなんか気持ち悪いな、うん、行っちゃうか。行けって行っちゃう。めちゃめちゃ上手い。間違った。あ、開いてる。こっち。あ、もう追ってこない。よし。余裕だな。最初の方が難しかった感あるね。そうだね。あ、開けたらダメじゃね。ん、あれでも違うところ、あれ一緒でしょ。一緒だよね、うん。完全ステルスゲームなんてもうないね。あ、ドレス。鍵かかってる。え？まだいる？ここ開ける。あ、そうそうそう。ん？違う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 。ああ、時間ロスしちゃう。そろそろバッテリー欲しいな。予備？なんだこれ。何の機械だ。刑務所なんだよ。刑務所じゃねえじゃねえかも。こっちの道で合ってんのか。合ってるべ。血がついてる。うん、なんか嫌だな。セーブ中？冗談じゃない、冗談じゃないって。こっちか。え、ほいほいほい。オッケー。あ、あ、あ、いやいや。あ、あー、ひでやい。まずいったー。落ちすぎこいつ。いやいや、こっちは足の指がなくなるぞ。うわ、いっていって俺なしで苦しんでるなんて思えない。どうして自分にこんなことするんだ。君は俺といるより死んだ方がマシなのか。当たり前だろ。ならし大丈夫か足。え、何？あ、上がってってる。はい、あ、はい、このまま乗ってたらやばい。なんか足のぞくなってる。いや、足痛いからじゃね。あ、ウーマンウォークイズネバーダン。なんだろう、女性の働きは終わることがないみたいな。これ待ったのか。決定。人かと思っちゃうね。ああいうの怖いな。 There's no place like home。 ん、ここに家と似たような場所はないみたいな。ね、ボーイでも読めるような英単語がちょっと出てきておりますよ。
開かない。うわっ、来るぞ来るぞ来るぞ、ロッカー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 、オッケーオッケー、ナイスロッカー、ナイスロッカー、丸見えやないか顔。あれカメラ落とすね。あれあれ入ったらダメなやつじゃないですかこれ。え、これはこれでいいんじゃない。やだ、これセイヤー、どうなんのこれ。あ、押されてる。どこに行くんだ、落とされるのかどうか。開けてくれ、少し手荒だった、分かっているよ、謝りたいな。ただ男が女を知りたがるときどうなるか分かっているよな。どんだけ力持ちなんだよ。結婚式の後、君と結婚したら俺は変わるって約束するよ。やっぱゲイじゃねえ。ゲイじゃねえか。止まった。うわぁ、家族遺産が欲しいんだ。俺にはいなかった父親になること。子供たちの身は俺が絶対に守ってみせる。あんなことには。何をしてんの。君はここで待っていなきゃいけない。なんだよここ。俺たちの愛が成熟するのと同じくらい待ちきれないだろうけど、この期待を頼む。これやばくね、絶対やばくね、なんか。うわあ、催眠ガス。これ落ち着くようになるから。ん ?12 時間後?12 時間も出てた。12時間も出てた。え、待って。嫌な音がする。おっと指切られるやつか。そんなに血を流さないでおくれ。女性の痛みは、女性は痛みに我慢強いってよく言うけど、あまり出血しないように頑張らなきゃいけない。うわっ、うわっ、一物を。あっ、して動く。うわっ、こんなの絶対日本で発売できません。ああ、次こいつのターン。え、冗談じゃない。あ、まだいる。うわ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 、見えるやん、見えるやん。うわうわうわ、これ何、指の次は一物切られるの。指より最悪じゃないか。いや、それは。うわぁ、自分の手もやばくね。何がしたいねん。え、まさかこいつのターンが来た。え、で、お世継ぎが生まれなくなる。リサとの、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、おー、ちょっと待って。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、あ、ちょっと待てよ。いや、もう一回映せ。見えてんじゃねえか。女は何かに苦しまなきゃいけないんだ。ああ、ちょっと待って。俺たちの子供のために。待って、これ、下の奥の方に、奥の方に、なんか嫌な歯が見えるよ。ちょっと。嫌な歯が見えるよ。俺の種をもう一回。いやー、あ
切開は痛い。そして出産は決して大変簡単じゃない。いや、それは知ってるよ、それは知ってるけど、待ってくれ。ああ、いや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 、目を閉じて俺たちの子供のことを想像するんだ。分かった。あー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 、超見えてる。ああ、やめて。ああ、うわ、だっ、何スーパーだやん。おお、誰、戻ってこい。主人公の一物が救われた。ああ、カメラある。ズボンを履いた。あ、しかもまだ足怪我してるんだった。あ、バッテリーねえじゃん。ほんとだ、抜かれたんじゃね。なんてこと。ええ、まずくねこれ。うわぁ、まずくねこれ。いいな、女、まずくね。あー、ダメだこれ。終わった。あこれあれだ、走れないから。最後これかよ。走れないから本当にちょっとバレないように逃がないといけないな。うん、じゃあちょっと時間がいいところ来てるので、こんな場所だけど、今回ここまでにしますか。はい。じゃあ次回、一物を守りながら先に進みます。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。